岡本太郎2月26日から1996年1月7日は日本の芸術家。血液型は大型。1930年から1940年までフランスで過ごす。中小美術運動やシュルレアリスム運動とも接触した。岡本太郎は神奈川県吉祝軍高津村大技西で漫画家の岡本一平、歌人で小説家。 かの子との間に長男として生まれる。父方の祖父は町初家の岡本家庭であり、当時家庭に支持していた北王子露産人とは家族ぐるみの付き合いがあった。父、一平は朝日新聞で漫画万文という独自のスタイルで人気を博し、最小の名は知らぬが、一平なら知っていると言われるほど有名になるが、付き合いのため収入のほとんどを飲んでしまうほどの 方刀ぶりで家の電気を止められてしまうこともあった。母、かの子は大事主の長女として、奪ば傘がさで育ち、若い頃から文学に熱中。お嬢さん育ちで、家政や子育てが全くできない人物だった。岡本が3から4歳の頃、かまって欲しさにかの子の邪魔をすると、彼女は太郎をへこ帯びでタンスにくくりつけたというエピソードがある。また、 かの子の警護者で愛人でもある、堀切茂雄一平の公認で自宅に住まわせていた。そのことについて、かの子は捜索のためのプラトニックな友人であると弁明していたが、実際にはそうではなく、自身も放棟経験がある一平は容認せざるを得なかった。後に、岡本は母親としては最低の人だった。と語っているが、生涯敬愛し続けた。家庭環境のためか、 岡本は1917年4月、東京青山にある西南小学校に入学するも馴染めず一学期で退学。その後も日本橋通り旗子町の私塾、日進学校、十を燃え、小学校へと入り転校を繰り返した。慶応義塾幼稚舎で自身の理解者となる教師、伊上清氏に出会う。岡本はクラスの人気者となるも、成績は52人中の52番だった。 ちなみに一つ上の51番は後に、国民栄誉賞を受賞した歌手の藤山一郎で、後年岡本は藤山に、増永はよく学校に出ていたくせに、ビリから2番、俺はほとんど出ないで、ビリ、実際は、お前がビリだと語ったという。絵が好きで幼少時より、盛んに描いていたが、中学に入った頃から、何のために描くのかという疑問に苛まれた。慶応義塾普通部を卒業後、 画家になることに迷いながらも、東京美術学校へ進学した。一平が、朝日新聞の特派員として、ロンドン海軍軍縮会議の取材に行くことになり、岡本も東京美術学校を休学後、親子3人に彼女の愛人の青年2人を加えた一行で、と、一行を乗せた、箱根丸は1929年神戸港を出港、1930年1月にパリに到着。 以後約10年間をここで過ごすことになる。フランス語を勉強するため、パリ郊外のリセの寄宿舎で生活。語学の習得の傍ら、1932年頃、パリ大学において、ビクトール・バッシュ教授に美学を学んでいる。何のために絵を描くのかという疑問に対する答えを得るため、1938年頃からマルセル・モースの元で絵とは関係のない民俗学を学んだと、 言われている。1932年、両親が先に帰国することになり、パリで見送る。かの子は1939年に、岡本の帰国を待たずに成居したため、これが、今生の別れとなった。同年、芸術への迷いが続いていたある日、たまたま立ち寄った、ポール・ローザ・ガローで、パブロ・ピカソの作品、水差しと果物鉢を見て強い衝撃を受ける。そして、 ピカソを超えることを目標に絵画制作に打ち込むようになる。岡本はこの時の感動を著書、青春、ピカソにおいて私は抽象画から絵の道を求めた。この様式こそ伝統や民族、国境の障壁を突破できる真に世界的な20世紀の芸術様式だったのだと述べている。1932年、ジャン・アルプラの勧誘を受け、 美術団体アプストラクション・クレアシオン協会のメンバーとなる。信仰のあった戦場カメラマンのロバート・キャッパの講師に、渡る相方であった報道写真家、ゲルタ・ポホリレに、岡本の名前が1936年により、ビジネスネーム、ゲルダ・タローとして引用された。しかし、ゲルダの活動期間は、とても短く1937年に、スペイン内戦のブルネテの戦いの取材に向かったが、 戦場の混乱で発生した自動車事故で受けた傷が元で死去した。1938年シュールリアリズムの創始者、アンドレブルトン政作のシュールリアリズム簡易辞典に痛ましき腕が掲載された。日本人では、滝口修造、滝口綾子、山中チル下郷筆夫、大塚浩二らも共に掲載された。1940年、ドイツのパリ侵攻をきっかけに、 日本へ帰国する。帰国後、対応策、痛ましき、腕などを日課店に出品して、受賞、個展も開く。1942年、太平洋戦争下の軍備増強のため、補充兵役召集され、帝国陸軍兵として、中国戦線へ出征。岡本は最下級の陸軍に当兵扱いだったが、高年齢である30代ということもあり、 厳しい兵役生活を送ったと著書で回想している。また、この五郎上官の命令で、師団長の肖像画を描いている。1945年、日本の降伏により太平洋戦争が終結。岡本は、長安で半年ほど、不良生活を経たの地帰国、佐世保から東京に到着するが、自宅と作品は消失していた。東京都世田谷区上野家にアトリエを構え、 再び制作に励む。1947年、岡本は新聞に絵画の石器時代は終わった。新しい芸術は岡本太郎から始まるという宣言を発表、当時の日本美術界に挑戦状を叩きつけた。1948年、花田清照らと共に夜の会を結成。会の名は岡本の油彩が夜から取られた。 前衛芸術について論じ合う会で、他に、ハニヤ・タケシダカ、安倍工房らが参加した。またこの頃、平野・敏子と出会った。敏子は後に、秘書、幼女となり、岡本が成居するまで支え続けた。1950年には、上村・高千代と、江川・和彦、滝口修造、安倍信也、古沢・岩美、小松義夫、村井正成、北脇登、福沢一郎らと、 日本アバンギャルド美術家クラブ創立に参加1951年11月7日、東京国立博物館で縄文火炎土器を見て衝撃を受ける。翌年、美術雑誌、水絵に四次元との対話、縄文土器論を発表。この反響によって日本美術史は縄文時代から語られるようになったとも言われている。また、 琉球諸島や東北地方の古い習俗を紹介した。1954年、東京都港区青山に自宅兼アトリエを建て、生活と制作の拠点とする。同年、当時公文社社長だった関喜春夫から、中学2年生でも理解できる芸術の啓蒙書を書いてくれと依頼され、今日の芸術時代を想像する者は誰か、を執筆、出版。 芸術は小手先の問題ではなく、生きることそのものであると説くとともに、従来の芸術観を批判し、ベストセラーになった。1960年代後半、メキシコを訪れた岡本は、ダビット・アルファロシ刑ロスなどによる壁画運動から大きな影響を受け、同地に滞在中、現地のホテル経営者から壁画の制作依頼を受ける。これが後に岡本の代表作の一つとされる。 明日の神話となる。太陽の塔1970年に大阪で万国博覧会が開催されることが決まり、通算官僚の堺井や大ら主催者は、右与曲折の末、テーマ展示のプロデューサー就任を要請した。岡本は承諾すると、とにかくべらぼうなものを作ってやると構想を練り、出来上がったのが太陽の塔であった。この日本万国博覧会は、 各方面に影響を与えた。1975年、太陽の塔の永久保存が決定。現在も大阪のシンボルとして愛されている。同時期に制作されたのが、前述の明日の神話であり、制作依頼者である実業家の破産の影響で長らく、行方不明となっていたが、21世紀に入り、発見される。岡本は、 テレビ放送早々期の1950年代から当時のバラエティ番組であったクイズ番組などに多数出演している。1970年代以降には日本テレビバラエティ番組鶴太郎のテレも、ジャニレギュラー出演。冒頭でリヒャルト・シトラウス、ザラト・ストラは各語り木を鳴り響かせドライアイスの煙が立ち込める中から芸術は爆発だ。なんだこれは。 などと叫びながら現れる演出が人気を博すと、これらのフレーズは流行語にもなった。また番組内で出演した子供たちの絵を批評、メガネにかなう作品を見出した際には目を輝かせた。さらに、この番組内で共演した片岡鶴太郎の芸術家としての才能を見出している。1987年にはテレビドラマにも出演。NHK。 バラ色の人生に俳優としてレギュラー出演した。南青山にある岡本太郎記念館川崎市玉区マスにある川崎市岡本太郎美術館をいを重ねても岡本の創作意欲は衰えず展覧会出品などの活動を続けていたが、80歳の時に自身が所蔵するほとんどの作品を川崎市に寄贈。市は美術館建設を計画する。 1996年1月7日、以前から患っていたパーキンソン病による急性呼吸不全により、慶応義塾大学病院にて死去した。生前、死は祭りだと語り、葬式が大嫌いだった岡本に配慮し、葬儀は行われず、翌月2月26日にお別れ会として、岡本太郎と語る広場が、葬月会館で開かれる。会場には、作品が展示され、 参加者たちは別れを惜しんだ。1998年、青山の岡本の住居券アトリエが岡本太郎記念館として一般公開された。1999年10月30日、川崎市岡本太郎美術館が開館。2003年、メキシコで行方不明になっていた明日の神話が発見された。愛媛県東恩市で修復された後、2006年、 塩止め日テレプラザで期間限定で公開、再評価の機運が高まる。現在は、慶応井の頭線渋谷駅連絡通路に設置され、パブリックアートとして新たな名所となった。2011年、生誕100年、岡本太郎展が東京国立近代美術館で開催。2013年、岡本太郎のシャーマニズム展が川崎市岡本太郎美術館で開催された。 これに合わせて学術団体協力による学術シンポジウムが開催され、1950年頃以降の創作活動に宗教学者ミルチャエリアーでの思想が影響を及ぼしていたことが確認された。2014年、岡本太郎と潜在的イメージ展が川崎市岡本太郎美術館で開催された。これはスイスジュネーブ大学教授のダリオガンボーに博士の著書。 潜在的イメージに基づいて構成されたものであり、岡本の芸術を西洋近現代美術史の観点から検証した初の展覧会であった。ジョルジュ・バタイユとの出会いが岡本の一生を変えたと実感している。1936年、コントロールアタックの集会に参加、アンドレ・ブルトンやモーリス・エイヌに続き、バタイユが人間の自由を抑圧する全体主義批判の演説をすると、 すでで魂を引っかかれたように感動した。岡本は、その後、馬体を中心に組織された秘密結社に参加したが、思想上の相違から1939年頃に、決別したと、岡本太郎は繰り返し述べている。スキーテニス、水泳など瞬発力を要するスポーツを好み、野球なども、巨人の千葉シや中西太らと共に強じた。スキーは、進行があった。 三浦雄一郎から賞賛されるほどの腕前だった。太郎はスキーの魅力について、どんな急斜面でも自家格好で滑るのがスキーの醍醐味だと語っている。スキーを始めた頃、急斜面コースで上級者が滑っているのを見た太郎は、どんな絶壁なのかと思い登ってみると、実際目も眩むほどの高さであった。後に引くことが許せない性格の太郎は、その急斜面に挑戦した。 結果は大転倒したが、太郎自身その経験をこう語っている。また、岡本は当時流行していた白いスキー板と白いウェアに対抗して、カラフルなデザインの板とウェアを作ったり、自らのスキー体験を綴った岡本太郎の挑戦するスキーという本も出版している。岡本は1930年代の太陽時代からピアノに親しみ、芸術家仲間の集まりでもよく弾いたという。 特に、モーツァルトの作品を好み、帰国後もアトリエにピアノを置き、制作の合間に、クラシックやジャズなどを弾いた。その腕前は、プロ級と言われており、演奏は、ほとんどがアンプであったという。岡本がピアノを弾いた映像はいくつか残されており、1978年には、ドキュメンタリー番組、もう一つの旅の撮影のため、ショパンゆかりの地迷うかとを訪れ、 作曲家の使用したピアノを弾く映像がテレビ放映された。ビフテキを調理中所蔵先、記載夢は、川崎市、岡本太郎美術館像、総合文化、現職の呪文収録後年は、民放テレビ局のバラエティ番組等にも積極的に出演していた。死後の特集番組、ありがとうございます。